次に、和声的単音階ですが、これはまず自然的単音階が分かっていることが、前提というかですね、分かってた方がいいですね。自然的単音階が分かっていれば和声的単音階も旋律的単音階も出てきます。だから逆に言えば和声的単音階、旋律的単音階を出すためには自然的単音階が分かってないといけない、ね、で先ほど言いましたけど、自然的単音階を導くには、超音階ですね、超音階が分かっていれば簡単ですよね。その超音階の6番目の音からオクターブ上の6番目の音までが自然的単音階に自然となっています。じゃあ和声的単音階は、何が自然的単音階と違うかというと、最初の5つまでは一緒です。後半のファソラの上がり方が和声的単音階はこうなります。7番目の音にシャープをつけます。そのことによって自然的単音階がここが全音全音というふうにつながってたのが、和声的単音階は、ここをシャープにすることでファと G シャープの間が全音と半音というだいぶ広がっちゃったわけですね。で次が、半音です。ここをはっきり、ここがね、ここをこれが自然的単音階、ファソラ、全音全音です。で、和声的単音階はこうなります。この音、主音の前の音を導く音ですね。同音というんですけどね。その話は、何か理論書か何かで、読んでおくといいと思います。導く音、同音です。主音を導く音というんで、手前の音を同音と言います。